皆さんこんばんは。行政書士でありブレイントレーナーの田原正治です。どうぞよろしくお願いいたします。ここのところ寒さが和らぎ春めいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。寒暖差でまたいろいろな症状が出ている方も多いのではないでしょうか。まずセミナーをお聞きいただく前に一緒に体をほぐしましょう。座ったままで結構です。まず背筋を立てます。肩の力を抜いて肩の上げ下げ10回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では首を前後左右、その後回します。首を前に倒します。肩の力を抜いて今度は首を後ろに倒します。次横に倒していきます。頭の力だけで、頭の重みだけで倒していきます。もう一度前、後ろ、息をふーっと吐きながら横、反対側、そして前からゆっくり回していきます。回しながら、ここがちょっと突っ張ってるなという場所がありましたら、そこで一旦止めて、ぐっとそこを引っ張ってほぐしていきます。息を吐きながら、では今度反対回しです。ゆっくりゆっくり肩の力を抜いて、頭の重みだけで回していきます。はい、では最後にちょっと肩回しをしてみましょう。手を肩に軽く当てていただいて、前から後ろに10回、1、2、円を描くように3、4、5、6、7、8、肩甲骨を後ろで寄せて、9、10。では反対回しです。後ろから前に、1、2、大きく回します。3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では腕を下ろしていただいて、座ったままで軽く深呼吸をします。息を吸って、吐いて。息を吸って、吐いて。もう一度大きく息を吸って、吐きます。いかがでしょうか。首や肩だけでも、回すだけで血液循環が良くなり、脳がすっきりしたと思います。では、本日のセミナーをスタートいたします。皆さん、そもそも法律とは何のためにあるのでしょうか。離婚や遺産に関するトラブル、相続や成年後見などの法律に関わる仕事の中で、法的に問題を解決するだけでは、依頼者の方々の傷ついた心をケアできないと日々痛感しています。法律は本来、我々人間が安心して平和に、そして幸せに暮らせることができるようにと
作られたものです。ただし、法律にも限界があります。人の心の中まで律することのみならず、癒すことはできないのです。そこで、本日は法的な問題解決だけではなく、脳教育を通して心のケアができるセミナーにしたいと思っています。本日のセミナーでは、前回に引き続き、現在進行形の生々しい事案をご紹介しながら、万が一のために事前に準備しておくことがいかに大切かを詳しく解説させていただきます。私どもが移行型任意後見契約により、9年前からサポートしている85歳の女性 S さんが緊急入院されました。この事案は前回のセミナーで詳しく解説させていただきました。S さんは9年前に私どもとの間に移行型任意後見契約公正証書を作成なさるときに尊厳死宣言公正証書も一緒に作成されていました。S さんは緊急搬送された後も意識が戻らない状態でした。私は担当医に尊厳死宣言公正証書をお見せして、S さんご本人が心身ともに健康な状態の時に、この尊厳死公正証書を作成され、S さんご本人の意思により延命措置を望まない旨を説明しました。担当医は了解してくれました。心停止した時、心臓が止まった時に気管挿管や心臓マッサージをしないことになりました。このような状況下では移行型任意後見契約による受任者または任意後見人は医療行為の同意はできません。このような場合、S さん本人の同意が得られないわけですから、S さんに代わってご家族の同意が必要になります。ただ、S さんはご家族と疎遠であったため、万が一の時に備えて、尊厳死宣言公正証書を作成されていましたので、S さんの意思に沿って、担当医は延命措置をしないことを決断してくれたわけです。S さんはご自宅で倒れるまで、お元気であり、認知症の症状もありませんでしたので、サポートしてほしい時だけ、私どもに連絡をされてきていました。この度意識不明になってしまわれたので、公正証書に基づき任意後見契約をスタートさせる準備を始めていました。平成27年第005、これは公正証書の番号です。委任契約及び任意後見契約公正証書とあります。第1、委任契約。そして、委任契約の第2条に、任意後見契約との関係とあります。1、前条の委任契約締結後、方が、S さんがですね、精神上の障害により、自理を弁識する能力が不十分な状況にあり、まさに意識不明の今の状態を指します。オツが私どもがですね、第2の任意後見契約により、夜後見事務を行うことを相当と認めたときは、オツは家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をするとあります。2、本委任契約は、
後期第2の任意後見契約につき、任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じたときに終了する。すなわち私どもが今委任契約を S さんとの間で、委任事務として、仕事をしているわけですけども、この状況になって、後見監督人が選任されると、この契約が委任契約から任意後見契約に移行するという趣旨です。それで第2の任意後見契約、これがスタートするわけなんですが、第1条、契約の趣旨。こうは S さんはですね、おつ、私どもに対し、本日任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により、自理を弁識する能力が不十分な状況における、個の生活、療養看護、及び財産の管理に関する事務を委任し、おつはこれを受任するとあります。第2条、契約の発行。1、前条の任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。ここで任意後見監督人が何度も出てまいります。一体任意後見監督人とはどういうものなのだろうかということを申し上げます。任意後見監督人は、裁判所が弁護士などの法律の専門家の中から、すでに裁判所に名簿、裁判所の名簿に登録された、そういった法律の専門家からの中から選任します。ですから、誰が選任されるかは分かりません。裁判所が決めることです。任意後見人が不正をしないように、後見監督人と裁判所がチェックするシステムです。このように任意後見スタートの準備を始めたのですが、残念ながら S さんは先月。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。